赤番刑事が見えています。まずは後方から9番相川、関東勢から動きますが、おっとこの動きを察知して岡山勢、8番キー、7番総合、この2人が先行体制に持ち込もうというところ、9番相川がこの岡山勢を追っていきます。打掌前2コーナーからバック、あーキーを叩いて9番の相川英吾だ。相川が打掌から思い切って先行だ。2番車の中田健二、4番の山口一です。8番のキーは叩かれて交代、代わって1番の山崎が4番手アウト、8番のキーを決めにかかります。5番の須藤は後方8番手、しかし前の対立は短くなっています。1コーナーから2コーナー、4番手は1番の山崎が取り切っているか。最終の2コーナーです。その山崎が地元 V に向けてまくっていきました。2番中田の牽制を乗り越えるか。3コーナーから4コーナー、9番相川、そして1番山崎、ようやく後方から5番の須藤の大まくり、これがすごいスピードだ。第4コーナーから直線、大まくり、5番の須藤、まくり3連発ゴールイン。5番の須藤です。1番山崎、あとは6番神田あたりか。